注目を浴びてるよね。森さんと近藤さんが曲やってくれて何つるつる滑ってんのほんまに。おいつるつる滑んないけど誰がつるつるってお前が誰。あ、近藤さんこんにちは。楽しんでますかね。まあなんかドテーってなんかみんなあんまり注目してなかったけど痛そうにこけてましたけども怪我ないですか。いや毛はないけどもっと近づいてくれ。毛はないけどね。よかったです。よくはないよくはないけど。改めましてハゲ&システムでございます。よろしくお願いします。まあまあ今のところようできてるんでちょっと褒めてあげようと思います。よしよし。オイルフィニッシュ。誰がツルツルの天然オイルで、どこで拭いとんねん。サワジリ捕まるやつ。まあ、あのハイパーミレクリエイターの鈴木さんもね写真撮ってくれてると思いますけども、ね、これはネタがやばいですか。ね、ところでちょっと、まあ、若杉さん終わりたてですけども最近ね、あの、ま、若杉さんにまた怒られるわーが口癖の影井さん。いえいえ、若杉さんのことを避けてるように思うんですけども、いえいえ、どうなんですかその辺は。そんなことはもうとうございません。毛根もございません。いやいやいや、先はちょっとね、板宮さんのルール覚えてますか皆さん。笑うところで笑わないと笑うタイミングなくなっちゃいますよ、ね、ありがとうございます、ね、やかましいわ。いや、そこ突っ込むとおりちゃう。まあね、こうやってね、あの私もね、筧さんと漫才しろって言われて、まあ、4月に私パワープレスに入ったんですけど、なんか関西から来たからって言って、漫才しろって誰の差し金か知らんけど言われまして、こんなおっさんと漫才しろってまあまあ、ね、おっさんやねん。まあまあ迷惑してるんですよね。まあね、筧さんもこっちに大阪に転勤になって、まあ、あの晴れの舞台っていうことで、いや晴れや言うてるね、まあ、晴れの舞台っていうことで結構楽しもうかなと思ってるんですけども、楽しんでいこう、ね、みんな楽しんであるから楽しんであるみんな楽しんであるからね。どういうこと、ね、あの普段もあのこの立ち位置っていうかこの座り位置で横に座ってるんですけども、まあ、よう見てたらなんかスマホでなんか女の子にメッセージを送ってて、はいはい、してるね、めっちゃしてるねん。めっちゃしてそんなんしてたらなんか千葉に送りつけられて仕事を失った人みたいになるでって思う。そのうち送りつけてもらう。それ百姓デザイナーさんやん。ちょっとちょっと違う違う。坂本さん、杉小玉の納品です。名前言うてもらってるやんって。誰が杉小玉みたいにツルツルやん。ごめんなさい。有馬さんごめんなさい。有馬さんに謝ろう。有馬さんに謝っとくね。私もウッドデザイナーって言って今日もここに、ね、あの蝶ネクタイを昨日蝶ネクタイそう突っ込むとこちゃうから2回目な次言ったらほんま叩くで蝶ネクタイでつけてるんですけどちぎりっていう形なんですね。で2つのものを1つにつなぐって、まあ、縁起のいいものなんですけども、今日はちょっとねあの可愛い女の子いたらプレゼントしようかなと思ってもう1個作ってきました。加計さん誰にプレゼントしますか。どの方もう眩しくて何もみんなも眩しい。眩しい自分やん。どうするどうする。もう近くでいいですよ。近くのいじりやすそうな女の子がいて、大阪から来た、うん、ヤングシダーガール、よく知ってる、ね、ヤングシダーガール、ヤングシダーガールにちょっとこれプレゼントしようかなと思うんで、その前にあの木っていうのはオイルを塗ると色つやが良くなるんですよ。そう加計さんハンカチ持ってないですか。あるで。このボロ、ね、ブイエスよね、ボロ布やね。ボロ布って。このボロ布で、ボロ布こうね、こうやってこうやって。そこそこ。こうやってこうね。こうやってやると、普段は植物オイル使うんですけど、今日は動物性のオイルですね。誰が動物や。動物やないか。ね。ということで、じゃあこれをぜひ贈呈してください。贈呈ヤングシダーガール向こうや。ボケたつもりやね今。今のボケたつもり。はい。じゃあ。
想、感想はいいです。筧さんからじゃあ一言、一言。そんなネタあったっけ？いや、そんなネタあったっけ？終わられへんからそれ覚えてくれた。あちぎりっていうもの、まあ。あちぎり。そうそうそう、マイク、マイク、マイク。僕とちぎりを結んでください。ああ、おかすぎさんにまた怒られるわ。もうええわ。ありがとうございました。ハゲと共に去りぬ。